はい、よろしく。じゃあ今回はこの地下を調べるってことで行ってみるよ。行こう。さあ、オイルを探すってことだよね。OK。 敵いないよな。行くぞ。超いそうなんだけど。大丈夫かな？上で吸ったもんでやった後だから、多分大丈夫だと思うんだよね。敵は多分出てこないはず。そう祈ろう。何もない。わ、ちょっと待って、広い。広いかもしれん。ちょっと広いかもしれない。マジか。なんでもないか。そうでもないか。こっち行けないもんね。 行けない。わ、はい、何もない。こっちも何もない。うわ、ああ、兵士がやペれドてロん。の兵士だ。うん。あの壁見て。これ処刑だよ。きっと。処刑なるほど。ってレベルじゃない。血の巣にされたんだ。弾が余りまくってたんじゃない？それか報復？かもね。WLF にやられたってことか。勝利は目前。だね。なんか敵対してたそれ人じたゃち自業の、自得だね。チームがやられたんだ、WLF に。はあ。ここは？あ、ここ行ける。ほんで、こっち行けて、ここも入れる。これ何？駐車場。燃料があるんでしょ？あ。メモの通りならね。じゃあそこな目る指ほど。そう。パンって何？ああ、ここを動かすってことね。なるほど。あ、何？そこ。マジでこの下行くの？エレベーター行けんのかな？いや、行けないでしょ。これはいけない。じゃ、さっきの場所しか行く場所はないってことかな？オッケー。ここだよね。これガラス割ったらいけそうじゃない？これ裏側に、あ、向こう側に割らなくても通じてるか。行ってみよう。あれ？あ、結局割るんだ。結局割るって、これ音出して大丈夫かい？ほい。ほんで一応取っといて。あ、金庫。待って、金庫がある。マジか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。金庫があるんだ。マジか。おいしょ。おいし、行くぞ。金庫これ、何これ。ごめんね。うわ、これヒントがまたどっかにあんの？これ。あ、いや、これあれか。持ってるやつか。あ、これじゃねえか。持ってるやつの番号で開くってことじゃないのかな。どうだっけ。日記、指輪。これでいいのかな？ゲートのコードでしょ？
ゲートのコードだから。え、ちょちょちょ、ちょっと待てよ。いや、これは違うよね。これゲートのコードだもんな。ゲートのコードは多分関係ない。で、またあれヒントがどっかにあるんだな、この金庫の。どうしよう。なんかここら辺になんか落ちてんじゃないの？違う？あ、布を取って、あ、写真立てね。はい。あれ？なんかその WLF っていうテロ集団のやっつけリストか。あ、あった、860722。あったあった、860722。 OKOK、 860722、 8607、 ちょっと待って、860722、 860722、 86072、 86072722。開いた。OK。何が入ってるの？おしおしおし。今回すんなりいったぞ。ほんでこれは？すべてのお店は事務所の金庫の86。ああ、これはさっきのやつね。紙で分かったもんね。OK。ここも処刑されてんの？これ。あ、ナイフ手に入れた。あ、すっげえナイフ手に入れた。ナタじゃん。マジか。こいつはフェドラの司令官だったって。ああ、ウルフにやられそうになって逃げようとしてたみたい。あ、人数なんて関係ないよ。警戒しないと。なるほど。ウルフって言うんだね。WLF ってウルフだ。そういうことなんだ。へえ。ここは何？開くの？開いた。ほんで、さっきのいた部屋に戻れるんだ。ここなんだ。なるほど。じゃあ、こっからさらに行こう。どこへ行く？向こうサイドに行く。あ、ここは金庫部屋なんだね。ここは金庫部屋。あ、やっぱあれ？エレベーターのところ行くの？あ、そう、ここ行くのか。うわ、行くか。罰が出てる。飛べってこと？よいしょ。気をつけて。上行くの？上、普通下だけどね。上行ったらどうなの？あ、上は何もない。下見たい。あ、降りれる。ほんで？まるで降りる。これ、落ちるとかないよね。ワンであったんだよね、エレベーターが落ちるって。ほんで、ああ、さらに、うわ、行って。大丈夫？ガシャンと落ちそうな気がするんだけど。うわ、いるよね、やっぱ。いきなりたい。危ない危ない。
なんか乗った方がいい、絶対乗った方がいい。当て。あ、早い、動きが早い。やべえ。ちょっと待って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 。うわ、ちょっと何匹いんのこれ。なんか高い建物、高い建物。ここここ、いて、見えない、暗くて全く見えん、全く見えないんですけど、参ったなこれ。わあ、全然見えなかった。ちょっと待って、なんか安全な場所ない？安全な場所。ここ登ろう。登って、どこだ、来る、見えねえんだこれ、見えない見えない。ほんで次は、あて、ほんでまた登ろう。ほんであと何匹、どこにいる？暗い。暗すぎる。どこにいるんだ？左だよ。なんだ？あは。やべ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 、滑る滑る。あ、それでこのナタなんだ。オッケーオッケーオッケー、倒したかな、倒せたっぽい、倒せたっぽい。危ない危ない、全部だね。ガレージから出ることすらできなかったんだ、かわいそう。それじゃ燃料探そうか。いやー、なるほどね、いきなり来たのかい。ほんでじゃあ燃料、燃料探すか。何もない何もない。これちょっと暗い。あれだよね。あの、ライトの範囲が狭いんだ。でもとりあえず一掃はしたから、もう安心ってことだな。さて、燃料を探す。燃料を探す。OK。探すよ。あ、それか。このタンクのところが燃料。あと何もなかったよね。これなんか光ってる。頭だ。オッケー。あ、どうしよう。回復しておこうかな。回復しとこう。もうこれでやっと燃料ゲット。ほい。それで待って、ついに空っぽガソリンゲット。え、あー出た。ちょっとやめてよ。それじゃ、ぶっころゲートに戻る？なんか若干音がするんだけど、怖えな。これで一応燃料をゲットしてゲートが開くっていうことだから、最後のハテナのところに行くってことだよね、地図でいう。もう何もないね。 OK、 行くよ。あれ、ここじゃない、あ、ここ、あそこか。開かなかったっていう場所だ、外から。そうだそうだ。デイナ、今行く。なるほど。くぐって。
そうそう。オッケー。さすが。どうも。オッケーオッケー。馬もちゃんと待っててくれてた。ゲートに戻ろう。よし。で、探索がいよいよ、ここが終わったでしょ。あの、そうそうそう、ファックっていう書いてあるゲートに行くってことだね。これでハテナが全部終わったんだな。そういうことね。オッケー。じゃあゲートに戻ろう。こっから出てくるのね。なるほど。よしよし、探索。ホームシックは？ちょっとね。そっちは？まあ同じ。屋根のあるとこに行きたい。私ね、農場を持ちたいなってずっと夢見てるんだ。ジャクソンの郊外で。なんで町を出たいの？なんとなく広い空間に憧れてて。寂しそう。一人ぼっちならね。なるほど。羊を育てたり牛の乳搾りとかするんだ。ちょっとからかってる？うん、実際それいいなって。本当？本当。よし、これでちょっとしたオープンワールドの探索が終わり。ほんでゲート開けて、いよいよちょっとストーリーが多分進むんだろうね。 OK。ね、ちょっとしたこういう探索エリアがあるんだね。まだあんのかな、お、ちょっとしたオープンワールド的なところが。かなりスリリングだったね。あいつらはいなかったけど。ね、大きな町だし、探し始めたばかりでしょ。そうだけど、一人も見かけないなんて。うん。そう、いなかったもんね。ウルフチームは誰一人いなかった。そう、ウルフチームに復讐しようとしてんだけど、本当にあれがウルフチームだったかどうかっていうのはまだ分かんないよね。うん。でもとりあえずなんか捕まえて尋問とかすれば何かしら分かるんだろうね。どこだったっけ。ゲートを開ける。これのオイルを入れるっていうから、あ、これか。よいしょ。じゃあオイルを入れよう。入れるよ。これでよしじゃ。私やる。番号入れて。ゲート2の番号。ゲート2の番号。古いジェネレーターはかかりにくいから、多分一発じゃ。ああ。なんか言った？別に。ゲート2の番号を入れる。これ紙見なきゃダメかな。ああ、だから自分でやるのね。そうしたら、ゲート2の番号。これを見て、ゲート2、メインゲート、え、東なのか西なのか分かんねえな。5345かな。5345。開いた。開いた。オッケーオッケー。うん、お出迎えはなさそう。中で待ってるんじゃない？入り口探そう。窓に注意してよ。よし、これで一応セーブが入ったな。どうしよう、短いけど今回ここまでにしようかな。
うん。ほんで、こっからいよいよ先に進みに出すっていうことだね。よし、じゃあ今回ここまで。ご視聴ありがとうね。